兵がため参る。関ヶ原の戦いは家康率いる東軍が勝利、西軍の大将三成は処断された。その後家康は征夷大将軍に任命され幕府を開く。天下は徳川のもと安息を得た。だが徳川の世を良しとしない豊臣家は大阪城に将兵を集め出す。その中には名将真田幸村の姿もあった。幸村をはじめとする戦国の人たちと戦国乱世を共に葬り去るため、家康は大軍を率いて大阪城を包囲する。長き道のりの末、目指す地平はようやくそこに。第5話、大阪の陣、苦難の先に太平を見。戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。よっしゃ、敵を十分に引きつけて見つかせよう。攻撃開始。真田丸に変でしょう。真田丸に半蔵を潜入させる。私は時代を背負う身、決起に早い。信長様、秀吉殿、目指す地平はすぐそこでござる。真田丸の制圧に動けよ。半蔵、行くぞ。いつの間に開門。大筒を使うなら今が好機か。Thank you.
ても真田丸を落とせ。勝機は必ずある。真田丸を死守せよ。この砲撃で豊臣の士気も下がろう。みんな追いつけてよ。本丸に敵を近づけてはならぬ。開門、守りを固めろ。家康、見たことない勝機、前に。窮地いかに出すか。救援艦隊出す。
しとったり。さすが、お見事。耐えてみよう。最後までどうぞ。行列。まだやりでもらえ。誰にも浮村様は打たせない。近づけてはならぬ。
縮めたにだすが。
私は秀吉に、この上は残りを見よう。まだよ、天下にはまだ届かぬぞ。実にな。まっこと長き道のりであった。信長様、秀吉殿、ようやくなりましたぞ。我々の天下、太平の世が。大事に守ってゆかねばな。